皆さんこんにちは。京都大学医学部附属病院転換診療支援センターの池田明夫でございます。今日は転換に関しましてご説明をさせていただきます。この動画では3つの項目、転換とは診断と治療、生活上の注意についてご説明をさせていただきます。それではまず転換とは一体何でしょうか。転換は乳児からお年寄りまで誰にでもかかる慢性の脳の病気です。患者さんは非常に多く、100人に1人、つまり人口の 1% に起こる非常に多い病気の一つです。日本では約100万人以上の転換の患者さんがいらっしゃいます。転換では脳の神経細胞の過剰な電気興奮によって意識障害や痙攣などの発作が起こります。興奮と抑制の神経細胞のバランスが崩れるということが原因となっています。転換を分かりやすく例えると燃える炭の火種ということができます。この図にありますように、まず炭に火種がつきます。これが徐々に大きくなって炎になりますと、いわゆる大発作、大きな引きつけ発作になります。炭に水をかけるように抗発作薬を投与することでこの発作を止めることができます。ところがこの火種そのものは必ずしも鎮火することができない場合があります。服薬を怠ったり、睡眠不足や過労などの原因によって、またもう一度大きな炎となって全身痙攣状態や意識を失うような小さな発作が起こることがあります。そのため転換の治療においては、水をかけて丹念に火種を消すことが最も大切です。転換発作は脳のどこから発作が起きるかによって現れる症状は様々です。意識を失い全身の痙攣発作、あるいは引きつけとなるような大きな発作だけではなく、突然動作が止まってぼーっとする、倒れるなどの発作があります。意識が遠のく発作の場合、患者さんは発作中のことを覚えていません。それ以外にも胸に突き上げてくる、吐き気がする、何も見えないところに急に光が見えてくる、聞こえない状況の時に急に音や声が聞こえてくることもあります。また通常朝に目が覚めて30分以内くらいに手足がピクッとするといった小さな発作もあり、症状は非常に多彩です。かつて転換は小児で発症することが多くありましたが、現在の超高齢社会となって、高齢者となって初めて転換が出現することが非常に増えてきております。高齢者では脳血管障害や認知症など様々な原因によって転換が起こります。痙攣が見られないことが多いため、他の病気との見分けが難しく、物忘れ外来に行かれる患者さんも多数あります。高齢者の転換の特徴として、意識や記憶が数分単位で一時的に悪化する、あるいは変動する、それ以外に口や手をそわそわと動かす自動症が、あるいは反応が鈍い時に出現することなどがあります。気になる症状がある場合、あるいは意識が数分間途絶えるような場合には、ぜひ転換に関わる専門診療科、すなわち脳神経内科、脳外科、小児科、精神科などにご相談されてください。私たちは発作の症状、あるいは目撃者の情報、過去にかかった病気、あるいは現在かかっている病気などを総合的に判断して転換を診断していきます。些細な訴えでも貴重な診断の手がかりになることがありますので、お気軽にご相談ください。発作は診察室では見ることができないことが多いです。このため、こんな発作を目撃しましたが本当に発作でしょうかと、携帯電話などに
撮った動画をもとに相談していただくことも大変参考になります。さらにそれらの情報をもとに脳波検査や画像検査を行います。脳波検査では目が覚めている時と寝ている時の合計30分から1時間で脳の神経細胞の働きを調べます。転換患者さんの場合、脳の異常な電気活動によって脳波に極波、スパイクといわれる転換の波、尖った波が見られることがあります。画像検査は CT 検査、MRI 検査、スペクト、PET 検査、脳実検査などによって転換の原因となる病変を調べます。この他にも血液検査や時には遺伝子検査などを行い、転換の診断をしていきます。前編では転換の概要と検査と診断についてお話をしました。後編では治療と生活上の注意についてお話をさせていただきます。